ッホー、米粉パン講師のキセキです。本日もご視聴ありがとうございます。このチャンネルでは米粉パンに関するいろんな情報を楽しくお届けしています。はい、ということで最近めちゃくちゃ暑くなってきて、シミ対策とか紫外線予防が気になってきましたね。私も栄養学の先生にこの間加熱したトマトがそういう紫外線対策にいいよっていうことを教えていただいたので、早速トマトを使ってパンが焼けないかなっていうことでトマトバジルチーズパン作りました。めちゃくちゃ美味しそうでしょ。これなんかもう見た目もおしゃれやし、味も抜群に美味しいので、で成形もめっちゃ簡単です。皆さんに焼いていただきたいパンに仕上がりましたので、ぜひ一緒に作っていきましょう。料理は早速スタート。まずは今回使用する材料のご紹介です。米粉に関してはパン用米粉みずほ力というものを使用しています。こちらはすごく手にも入りやすいのと、ふわっと膨らむ美味しい米粉パンが仕上がります。米粉によって吸水率などが変わってきますので、同じレシピで作られる場合はこちらの米粉をご準備ください。片栗粉、お砂糖、お塩、液体の油に関してはご自宅にあるもので大丈夫です。詳しいポイントや注意点などはこちらの動画にまとめていますので、ぜひチェックしてみてください。次は大箱になります。こちらはハーブの一種で植物になります。とっても食物繊維が豊富で、水を吸ったらこんな感じでまとまってくれるっていう性質があるので、成形をするような今回のパンにはよく登場します。こちらは伊藤漢方製薬様のものですが、もっと少量のものなども概要欄に載せていますのでチェックしてみてください。そして次はドライイーストになります。今回は菌サフと呼ばれる発酵力が強くて膨らみやすい種類のものを使っています。使う種類によってはお水の温度を 3,40 度にしないといけないものもあったりするので、そのあたりは商品の詳細をチェックしてみてください。今回はトマトバジルチーズパンということで、お水の代わりにトマトジュースを使っていきます。トマトジュースは食塩不使用のものをご準備ください。私はよくこのトップバリューのものを買います。夏以外は室温に戻しておいた状態のトマトジュースを使っていきます。夏の場合は冷蔵庫に30分ぐらい冷やしておいたものをご使用ください。そしてトッピングにミニトマトを乗せていきます。後で2分割にカットしていきます。次は乾燥バジルです。こんな感じでスーパーとかにもバジル売ってたりすると思います。こちらをご準備ください。では最後はチーズになります。チーズはピザ用チーズみたいなこんな感じのとろけるチーズを使っていきます。はい、では材料は以上になります。早速計量スタートしていきます。はい、では計量していきます。まずはキッチンスケールの上にボウルを乗せてゼロにします。ではパン用米粉みずほ力 150g 入れます。また量りをゼロにしてどんどん量っていきます。次は片栗粉 15g 入れます。ドライイースト 3g、 次お砂糖 8g。砂糖とドライイーストは近づけておいていただくと発酵が進みやすくなります。お塩 3g 入れます。お塩は逆にドライイーストから少し離しておく方がいいです。では今回乾燥バジルは 1g 入れていきます。はい、では粉類はすべてこんな感じで計量しました。あとはトマトジュース 160g と油 6g は後で入れていきますので、一旦別の容器に計量しておいててください。ではまずは30秒から1分ほどぐるぐると全体をかき混ぜていきます。材料のムラがなくなるまでしっかりと混ぜていきます。ボウルの底のあたりに粉類溜まりやすいので、少し傾けながら混ぜていただくと早く混ざります。はい、では全体がしっかり均一に混ざったら完了になります。ではもう一度キッチンスケールの上にボウルを乗せたらゼロにして、一応もう一度測りながら入れていただくと計量ミスしにくいです。トマトジュース 160g、 トマトジュースを入れたら 2,3 回ほどスケッパーで大きくかき混ぜていただいて、途中で油入れていきます。油 6g です。では油も入れたらスケッパーを使ってぐるぐるかき混ぜていきます。ここからは少し手早くかき混ぜていきます。最初は粉を落としながら混ぜていって、少しダマっぽくなってくると思うので、そのダマを潰していくようなイメージでスケッパーでボウルの側面にすりつけながら混ぜていきます。スケッ
ケッパーで底の部分をまたひっくり返して混ぜてみたいな感じで、これを 2,3 分ほど続けるとだんだん生地がまとまってくるかと思います。混ぜていくとだんだんこんな感じで生地がまとまってきました。ボールからもペローンって剥がれやすくなってきました。これは大箱を入れてることでこんな感じで水を吸ってくれて生地をまとめてくれるんですね。材料全体がムラなくしっかり混ざって粉っぽいところもなくなって、かつ生地がこんな感じでピローンとすぐに剥がれてくるようになれば OK です。では生地の硬さをチェックしていきます。生地真ん中に集めたら指でペタペタ触ってみます。そうすると生地くっつかないです。でも指でギューッと握るとうっすらくっつくっていう、この生地感になっていれば完成です。もしちょっとまだ柔らかいなっていう方は混ぜる時間を増やしていただいて 1,2 分ぐらい追加で混ぜても、まだ柔らかいっていう場合は米粉を 3g ずつぐらい足してみてください。でもっともっと硬いっていう場合、例えばギュッて握っても全然くっつかないっていうぐらい硬い生地の場合はトマトジュース 3g ずつぐらい増やして様子を見てください。はい、では生地完成になりますので一次発酵していきます。乾燥を防ぐために霧吹きをまず 1,2 回全体にかけていただいて、上からラップをしていきます。では一次発酵していきます。夏は40度で7分、冬は40度で12分発酵していきます。春や秋頃は40度10分で発酵を進めてください。はい、では一次発酵終わりました。先にクッキングシートを天板に敷いていきます。では生地を分割していきます。まずは全体の重さを測ります。生地を全部取り出していただいたら、スケッパーの上にボールを乗せてゼロにします。で生地ドーンって乗せて 351g。皆さんも多分350前後になるかと思いますので、1個あたり58ぐらいにしていきます。ではこのスケッパーのこちらの方を使って生地を切って乗せて58になるように合わせていきます。でこういう継ぎ足した生地は表面ではなく裏側にくっつけておいていただくと、後で丸めた時の表面が綺麗に保たれやすいです。はい、ではどんどん分割していきます。はい、では6等分できたので丸めていきます。パン生地に入れたこの油を手に塗って成形していきます。こういった容器に油を継ぎ足して、手のひらに油を薄く塗っていただいたら、パン生地をコロコロコロと転がして本当にお団子丸めるようなイメージで丸めていきます。手のひらはこういう感じでお山のような形にしてやってみてください。表面つるっとなったら完成です。油を塗ってあげることで表面がつるんとなってくれたりしますので、適宜継ぎ足しながら丸めていきます。トマトジュース入れたらちょっとなんかこうザラついてる感じの生地に見えたりもするんですけれど、まあある程度綺麗になったら OK っていう感じで進めてください。はい、どんどん丸めます。コロコロコロ OK。 はい、じゃあ全部丸めれたらクッキングシートの上に乗せていきます。間隔空けて並べてください。OK。 じゃあ上から手で押していきます。今日こんな感じの平べったいパンにしていくので、手のひら使ってグーッと押してもらって全体を均一に広げていきます。だいたいそうな 6センチぐらいの円になってます。2個目、グーッと上から押して、これぐらいのちょっとちっちゃめのサイズで、厚みが若干こっちよりも増えるっていう、こんな感じのサイズでもいいのでお好みで調整してみてください。まあ、ちょっと分厚めの方がよりこうふわっとした感じの食感があると思います。こっちだとちょっとこう表面カリッとしやすかったりするかなと思います。はい、では成形できたら二次発酵していきます。二次発酵終了後は縦にも横にもサイズ感がふっくらと一回り弱ぐらい大きくなると思います。あとはもうすでにあのトマトジュース入れてたら表面のザラつきっていうのが出てきてたりするんですけれども、まあ、このザラザラ感が増えてきてちょっと気泡もプツプツプツとたくさん出てくるような感じになります。その状態まで発酵していきます。では霧吹きを全体にかけていただいて、
上から固く絞った濡れ布巾かけます。これなかったらラップでも大丈夫です。でラップもかけてこの状態で二次発酵していきます。二次発酵は夏は室温で 1-8 分程度、冬は40度で5分、その後室温に取り出して10分目安に発酵していきます。室温で発酵させている間にオーブンを200度に予熱スタートしてください。で冬場は特に発酵進みにくいので40度5分の時点でまだ表面全然変化がなくてサイズも大きくなってないっていう様子だったら40度5分をまたさらに追加しながら発酵進めてください。では二次発酵中にチーズは室温に取り出しておきます。あとはトッピングしていくミニトマトを2等分にカットしていきます。今回ミニトマトは9個用意しています。トマトのこの水分の部分がパンに当たってしまうとその周りがべちゃべちゃのこうお餅っぽい食感になってしまうので必ずこの皮面を下にしてパンにのせていくのでこういう形で2等分にしておきます。はい、二次発酵終了です。横にも広がってちょっと上にも持ち上がってふっくらしてる感じになってます。生地もこんな感じでザラついていてプツプツっていうちっちゃい気泡みたいなのもいくつか見られるような状態です。こんな感じになっていたら二次発酵終了になります。はい、では二次発酵終了したら油を表面に塗っていきます。シリコンのハケは洗いやすくておすすめです。もうあの見えてるところ全部こんな感じでツヤツヤになるように塗っていってください。結構油が足りてないとカサカサの生地になっちゃったりするのでツヤっとね、なるまで塗っていきます。はい、では油もたっぷり塗れたらここにミニトマトをトッピングしていきます。この皮面を下にしてグッと押します。3つ乗せていきます。かわいい、こんな感じです。グッと押して皮面を少しパンに食い込ませるようなイメージです。断面のところがこういう感じで下になっちゃうとどうしてもその水分がパンに移ってしまってお餅っぽくパンがねべちゃっとなってしまうので必ず皮の部分をパンに面するように乗せていってください。じゃあこれで200度に予熱したオーブンの下の段で焼いていきます。まずは10分間焼いていきます。で10分経ったら取り出してここにチーズをトッピングして残り5分10分焼いていきます。チーズ最初から乗せて焼いちゃうとちょっと焦げるので途中で乗せていきたいと思います。はい、では200度で10分焼いていきます。はい、じゃあこんな感じで網の上に置いてトマトがめちゃくちゃ膨らんでるというかパーンってなってるやつもあったりして爆発気味なのもあるんですけれど結構焼いたらねこのトマト生地がめちゃくちゃオレンジになって可愛いですよね。でここでチーズをのせていきます。だいたい今回 60g 用意してるんですけれど、まあ、好みで増やしていただいたりしても大丈夫です。チーズはこんもりと乗せていきます。ちょっと天板熱いので気をつけながら乗せてください。はい、ではこんな感じでチーズ乗せられたら200度で5分から10分焼き色がつくまで焼いていきます。はい、完成です。めちゃめちゃ美味しそう。チーズとろーってしててやばい。じゃあちょっと天板の上からこんな感じの網の上に乗せて10分から15分ぐらい粗熱を取っていきます。その間にお好みでちょっとバジルとか振っといても可愛いかなと思います。これあの乾燥バジルじゃなくて何生のバジルとかパセリとか振っても色がね鮮やかなグリーンで可愛いかなと思います。めっちゃ机にバジル押してるけどはい、こんな感じです。はい、では10分15分経って粗熱が取れたのでまずは一つずつラップにくるんでいきます。こんな感じでくるんでさらにジップロックに入れておくと乾燥が防げます。で、翌朝食べる分はもうこのまま室温に置いてるんですけど、それ以降に食べるものに関しては作ったその日に冷凍しておく方が美味しさをキープできます。はい、じゃあお待ちかねの試食タイム。1個食べます。
いただきます。おいしそう。どうやって食べよう。いただきます。試作で作ってたけど、なんか今日が一番おいしい。あ、ティッシュ。うわいいわ。トマトとバジルとチーズの組み合わせがやっぱ最強ですね。おいしい。いや、この生地もおいしいねんけど、やっぱり加熱したトマトが甘くなってて、食べるときちょっとプチュってなるから気をつけなあかんけど、それがめっちゃ甘くておいしい。最高においしい。はい、ということでしっかり2個食べました。ほんまに見た目も可愛いし、上のトッピングをベーコンとかにしても美味しいと思いますので、ぜひお試しください。ということで本日もご視聴いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録やいいねボタンもお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。